非常にいい質問ですね。これもよく聞かれますね。この質問も結構多いですね。気にせずですね、ガンガン乳酸菌を取りましょう。どうも、福岡天神内視鏡クリニック院長の秋山です。さて、私はですね、この内視鏡チャンネルにおいてですね、整腸剤の飲み比べシリーズっていうのを動画に上げてるんですけど、そこにはですね、たくさんの質問がコメントで届きます。ありがとうございます。で、今回はですね、そのコメントで届いた質問とか、あと普段の診療でですね聞かれる質問、これをピックアップしてここでお答えしたいなというふうに思います。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではですね、まず一つ目の質問に入ります。乳酸菌を取る場合、加熱や胃酸で乳酸菌が死んでしまうから意味がないということはありませんか、っていう質問ですね。非常にいい質問ですね。で、質問の通りでですね、加熱とかあと胃酸ですね、これで乳酸菌っていうのはほぼ死んでしまいます。でもですね、死んだ乳酸菌、死菌っていうんですけど、死んだ乳酸菌でもですね、生きた乳酸菌と効果はほとんど差がないということが判明されてます。ですので、気にせずですね、ガンガン乳酸菌を取りましょう。2番目の質問ですね、整腸剤をですね、どのタイミングで飲むのがいいでしょうか、という質問ですね。これもよく聞かれますね。で、答えはですね、食前、食後、寝る前などですね、どのタイミングで飲んでも構いません。で、一般的にですね、どの整腸剤も食後の服用を勧めてます。で、これはですね、なんでかっていうと、食後の方が食べ物の影響で、こう胃酸がですね、こう薄まってるんですね。それで胃酸で乳酸菌がなるべく死なないようにっていうところから来てるんですね。でもですね、実際はですね、食後に整腸剤を飲んでもほとんどの乳酸菌って死んでしまいます。でも大丈夫です。1番目で解説した通りで、死んだ乳酸菌でも十分に効果はあります。ですので、もう自分の好きなタイミングで整腸剤飲んでくださいね。それでは3番目の質問ですね。飲み忘れることがあるので、1日量をまとめて飲んでも大丈夫ですか、っていう質問ですね。この質問も結構多いですね。で、答えはですね、大丈夫です。で、1回3錠、1日3回っていう整腸剤の場合、1日の内服量が9錠になりますよね。で、この9錠を例えば朝まとめてバッと飲んだりとか、あるいは朝6錠、夕方3錠、あるいは、朝3錠、夕方6錠にして飲んだりとか、いろんな飲み方をして構いません。で、もちろんですね、1日9錠がちょっと多いなーって思う方はですね、錠数を減らして飲んでも構いません。で、大事なのはですね、毎日毎日続けて整腸剤を飲むことですのでね。では最後に4番目の質問ですね。1ヶ月ほどですね、整腸剤を飲んでみましたが、あまり効果がありませんでした。私には合ってないということでしょうか、っていう質問ですね。これも時々聞かれますね。で、1ヶ月間ですね、整腸剤を毎日きちんと飲んでも、お腹の調子や便の具合っていうのが変わらないのであれば、その整腸剤は自分の体に合ってないって考えていいんじゃないかなと思います。で、その場合はですね、他の整腸剤を試してみてください。必ずですね、あなたに合った整腸剤が見つかるはずですのでね。以上ですね、こんな感じで質問コーナー終わりたいと思います。ぜひ参考にされてください。それではまた次回お楽しみに。